先週さ、うちに住み着いてる地域猫が、お前誰だ？ああ、あれか、先週、うどんこ病かなんかかかったんだよ。なんでいて、その、花壇 S を、お花を大切にするスプレーでおなじみの花壇 S をいっぱいかけたら、治った。そうか。まあ、河野和夫ちゃん、いつも前で笑ってくれてる河野和夫ちゃんは初耳かもしんないけど、聞いてた？インフルエンザに、熱に、侵されながら聞いてた。前半ずっといないことに触れないっていう寂しさを味わってたのね。忘れちゃってさ。ね。で、そうそう。で、犬じゃ猫。ね、ワニ、の、どれか、ね、がうちに住み着いて、ね、で、まあ、俺も昔はクロコダイルダンディって言われてたから、そのワニをね、素手で捕まえてはね、やっつけて皮を売ってたんだけれども、これぐらいで嘘はもういいかな、猫の話していいかな、猫が、地域猫がうちの車庫をねぐらにしていて、で、2匹いたんだけど、そのうちの1匹が10日間ぐらい、もう全然帰ってこないと。で、もう結構ヨレヨレ、いつから生きてんのか知らないけど、ヨレヨレの猫で、で、まあまあ心配ではないんだよ。俺の猫ではないから。その、神さんに懐いていて、神さんが家を開けるのに、頼まれただけのやつだから、心配ではないんだけども、死ぬなら死ぬで、ね。あ、すいません、死にますんで、もうヨボヨボなんで、死にます。就活を していってもらわないと、こっちも困る、みたいな話をしてたんですけど、ね。2週間経ってももう帰ってこないで、で、僕は僕の猫じゃないですから。あの猫、あと、地域猫っていうのはもうよくわかんないですから、その、僕は、その神さんがそう呼んでるから、ミーとか、もう一匹ニーニーとか呼んでますけど、僕の付けた名前でもないし、お隣さんとか、二軒隣はまた違う名前で呼ぶような、ね。知ったこっちゃないんですけど、知ったこっちゃないんですけど、もう出ていく。もう一回出てったんなら、餌代ももう一匹で済みますから、もう二度と帰ってこなくていいと思ってますから、いつもそいつが寝てたところに、もういらなくなって捨てる毛布とかを畳んで、二三枚置いてみたりとか、捨てる、もう嫌がらせですよ。帰ってきて、いつも寝てるとこだと思ったら、ふっかふかの、捨てるとはいえ、まだふっかふかの毛布がこんもり畳んであったりとかしたら、ああ、もう自分の居場所はないんだなって、俺を一度裏切ったからにはもうそういう罰を与えようと思って、それからあと猫はこういつも食べ慣れたそのキャットフードみたいのを好むじゃないですか。あんまりそういうのをこう変えて欲しくないと思うんで、いつもカリカリのね、キャットフードをあげてんですけども、嫌がらせのために缶詰の金色の缶詰のこうキャットフードを置くことで、お前の食べ慣れた食べ物はもうないんだよっていう。で、その上なの、ぐちぐちぐちゃって、なんとなのうんこみたいなやつ、ぐち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 ゃって、ジェル状のうんこみたいなやつ、チュールっていうのかけて、でいて、もう二度と帰ってくんなっていう感じの嫌がらせを、虐待を続けたおかげで、全然帰ってこないと。ね。で、まあ、俺の中では、どっか、自分のとこよりもいい環境で楽しく暮らしてるっていう。あ、その間にも先週の放送終わった後に、ツイッターを見たら、どうせ死んでるとか、それから猫は死ぬ前には姿消すって知らないのとか、書いてあるやつがいたから、もっともだと思って全員ミュートをしました。それはもうそんなね、そんなこう、分かりきってることを言うやつは全員ミュートをしたんですけど。で、もうそれはもうしょうがないと。うちより環境のいいところで、末永く幸せにね、本当の幸せはうちにあるにもかかわらず、バカだから、よその環境を幸せと思って暮らすがいいって言って。
ね、二度と顔も見たくないって切り替えたら、今日の朝、急に帰ってきてやんの。びっくりした。もうなんかさ、半月も姿消してたらさ、で、よぼよぼの老猫だからさ、死んでると思うじゃん。ね。で、帰ってきてさ、にゃーとか言ってんだよ。で、いてさ、捨てる予定だった毛布にくるまったりとかしてんだよ、なんか。ほんで、まあよかったなと思って。ねえ。別に強制はしないけれども、ここがいい時にはここ帰ってくればいいって思ったんだけど、その矢先に今度さ、もう一匹の方がさ、金色のカンカンと虫類以外食わなくなってんだよ。こいつが、ね、どう虐待してやろうかと思って、ただもう、帰ってきたのがもう嬉しくてさ、しょっちゅう、監視カメラ、ね、いつもつけてる監視カメラを見ては、よかったなーなんつって。一体どこ行ってたんだーなんつって。ね、違う、猫、俺より年上なはずだから、老猫だから、なんかなと思いながら、あれかな、地域猫のさ、地域猫首輪しちゃダメだもんね。首輪するからには、だって俺が責任取るってことだもんね。それは多分、ルール違反だもんね。あんじゃん、忘れ物防止タグみたいなやつ。あれ、つけて、ちょ、こう、だから、いつでも嫌がらせに行けるよ。いつでも蹴りに行けるようにですよ、もう。俺の猫じゃないですから。ねえ。だから、そんなのつけてみたいと思ったり思わなかったり、かといって買うってことは全席に追わなきゃなんないから、そういうわけにもいかないんだけど、割とこう愛病家の、ね、僕とは違って愛病家の方で、心配、SNS に心配してくださってる折書いてくださった方とか、ね。他人の猫がどうなろうとそんなものは勝手だろうって思うんですけど、ありがとうございました、本当に。なんか、俺の猫でもないんだけど、何この情緒の、どっちかにちゃんと寄せて喋れよっていうことなんですけど、ね。いやー、だから本当に自分の中で、この3日ぐらい、その諦める練習みたいなのちょっとしちゃうわけだよね。でいて、自分の頭の中では、その、どっかの、ブロック塀とブロック塀の間で腐れていく猫の死体をリアルに想像しながら、それを打ち消して、いやいや違いますと。すごく幸せなお家で、なんかこう、飼うことにされているんじゃないかっていう、なんかそういうのにこう切り替える練習までしたのに、ひょん、で言って全然なんでもねえの。その前いたとこに、前のように毛布が増えただけで、普通、何かみたいな感じで、嫌がるから、よかったです。ね。じゃあ、やりましょうか。月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力から。まあ、猫の件は一件落着で、日々何してるかというと、やったら日本放送に出てます。いや、なんかこう、いろんな部署に散っている昔仕事した人たちが、ちょっとずつ餌をくれるので、春風亭一之輔さんの番組ゲスト出してもらったり、あとナイツがお休み取るっつってね、長期のお休み取るんで、そのナイツのピンチヒッターやったりとか、でそれからあとショーアップナイター野球枠でちょっと仕事を始めることになったから、北海道日本ハム対東北楽天ゴールデンイーグルス、日本ハムの本拠地のエスコンフィールドっていうところができまして、新築でできまして、でその、開幕ゲームっていうのの中継のゲストっていうので行かしてもらったりとか、あともう先に言っときますけど、他局にももう3件ぐらい出ます。とにかく今もう僕はもうラジオには忠誠を誓うことにしましたんで、ラジオは呼ばれると割と
あの、ふわっといっちゃいますね。あとは、夜、こないだ言った霊っていう怖いゲームを、ちょっとやっては怖くて、霊と書いてゼロか。ゼロっていう怖いゲームを、ちょっとやってはもう怖くなっちゃって、で、次に違うゲームっつって、バイオハザードの4出て、まあ、違う方面だから、ね、違う方面の怖さだからと思ってやるけど、やっぱり怖くなっちゃって。結局、その、霊バイオハザード、霊バイオハザードってやって、で、限界になったところで、リズムゲームの、ファイナルファンタジーの曲で、やるリズムゲームのシアトリズムってのがあって、これ面白いんですよ。これは別にストーリーとかないですから。ただリズムですから。これでチョコボのマンボっていうのは、なんとか中和するっていう、もう、その、トットットッツッタコトントントッ、トゥー、トゥン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 、ハッ、トゥン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 、ハッっていうのをこれを、30分ぐらいやって、またゼロをやってみたいな、情緒も不安定になりますよね。そういう日々を、暮らしています。ね。で、エスコンフィールドっていう、まだ皆さんあんま行ったことないと思うんですけども、札幌ドームっていうところで、まあ、日本ハムは、自分のホーム球場にしてたんですけど、そもそも僕が小学校の時に、後楽園スタジアムって、もうなくなっちゃった。その後楽園スタジアムで、ジャイアンツの、フランチャイズホームだったのを、ジャイアンツの空いてる日貸してもらえるっていう、そのジャイアンツと日ハムの両方フランチャイズ。で、どれぐらいジャイアンツメインだったかっていうと、小学校の時にその少年ファイターズ会に入って、小学校 1,2 年で入って、中学の2年で初めて日本ハム優勝するんだ。で、その優勝した時のパリーグの優勝が日本ハムで、セリーグの優勝が、まあ、ジャイアンツ、読売ジャイアンツなんです。で、これがこう戦うから、全試合、後楽園スタジアムでやるんですけど、95% 巨人ファンでしたね。でいて、日本ハムの人、よくあるのは、日本ハムの人たちはこの辺にこう集まって、外野の端っこ集まって応援とかあるじゃないですか。外でみんなで。外でみんなでラジオ聞いたりしてましたから。で、それぐらいの、その、後楽園スタジアムで、その後何歳ぐらいの時から東京ドームできますってなって、で、東京ドームできて、いよいよこの新しい球場だってなったから、俺、その東京ドームのそばに家買って、その直後に札幌に移転するっていう。で、札幌ドームと揉めて、で、日ハムが、その札幌ドームの使用量が高いとか、それからあと、日ハムの負担分が多いとか、あと売店の売り上げとかがなかなかもらえないとか、そんないろんな揉め事があって、で、出ていっちゃおうかなーなんつって。ね、困んじゃないの札幌ドーム出ちゃったらなんつって、で結局こう向こうも札幌ドーム側も折れないまま、これ俺の見解ね、俺の見解、あ、ネットとかでいっぱい調べてくれればいいけど、折れないまま、じゃあ俺たち新しい球場建てちゃうけどなんつって、いいのって、そんな日本パリーグの一球団が新しい球場なんか建てられるわけないんじゃないのなんつってね、本当に建てちゃうよなんつってね。で結局建てちゃうっていう、最終的に建てちゃうみたいなことで、できた新しい球場なんですけど、行ってきていろいろ気づいたことがあるので、ちょっとその話は後ほど、じゃあ曲、羊文学永遠の文。まあ、よくよく考えたらさ、俺も地域猫みたいなもんだよね。どこ行っても、その、ご飯くれれば、なんて名前で呼ばれようが、どんなジャンルの番組で呼ばれようがね、にゃーと言って、にゃーという猫なで声を出してっていうね、最終的にはうんこぷりまいて帰ってくるっていう、そういうね、形になりますからね。あとなんか札幌ドームもどうすんのどうすんのってやってるうちに出てっちゃうよなんつって。で、結局、こう、その、札幌ドームとは決裂しちゃうあたりもちょっと似てるね。で、ちょっと笑えないんで一回 CM に行きます。で、まあ、その、いつの間にか、こう、徐々にみんなの前から姿を消して、で、リスナーのみんなは、
まああいつはどこか環境のいいラジオ局で楽しく暮らしてんだろうって思い込んでるけれども、ブロック塀の隙間でウジムジだらけになってポロポロに口当てていくっていう、まあそういう、まあ先も見えてますんで、今頑張って喋っていきたいと思いますけれども、ね、エスコン、エスコン。なんかね、そのベースボールパーク構想。ベースボールパーク構想って言って、こう野球を、もしくは野球場を中心とした、こう、一大テーマパークっていうか、野球に興味がある人もない人もそこにみんな集まって、で、まあ、例えばグルメを楽しめるところもあれば、もちろん真ん中にそのエスコンフィールド、あの、開閉式ドームの屋内、まあ、ドームって言うと丸い感じするから、三角屋根の、巨大な、その球場があって、で、その周りに遊ぶとこもいっぱいあったりとか、草野球場があったり、バッティングセンターがあったり、あらゆるものがあって、そこに、野球が好きでもない人とか、も集まって、末に野球を楽しいと思ってくれればいいな、みたいことが全体的の構想、全体的な構想なわけ。で、結構、あ、なんか、謎だなと思うのは、とにかく野球場で美味しいものが食べられるって言って、その、ミシュランの星のついてる食べ物屋さんとかがいっぱいあったり、だから、北海道で有名な食べ物屋さんと、あと全国的に有名な食べ物屋さんが行って、あって、それは、札幌とか北広島ってその地元の人たちが楽しむために、要するに、あ、全国の美味しいもんがあるじゃん、つって、野球やってない日も入れるの。野球やってない日も、そのパークにも入れるし、球場にも入れるし、あとちょっと細かく調べなきゃわかんないけど、その、例えばそのグルメ街みたいなんじゃん。グルメ街みたいのにも、にだけ入るチケットと、野球場にも入るチケットがあって、だからその野球がすごい好きなわけじゃないけれども、野球もやってんな、じゃあちょっとその有名店、その北海道ではここにしかない有名店でご飯食べて野球も見ようみたいな流れなのね。で、前に座ってる河野くんとは一緒に野球見に行くんでよくわかってると思いますけど、僕はあのとにかく野球が見たい人だから、その野球さえやってれば本当に二軍の試合も行くし、別に自分の知り合い誰一人入ってない社会人野球とかでもね、別に僕の知り合い性能運輸に一人もいませんけども、ね、でもそのやってればもう見てて幸せなんですよね。だからこういうガチガチ野球の人、野球硬派の人だけではプロ野球人気っていうのは衰退していくんだっていうことで、それ以外の人が楽しめるところを作ろうっていう、それ以外の人も来られるところを作ろうっていうことでできてるから、どの施設も俺にとってはどうでもいい。あのコーナー知ってると思いますけど、一切ご飯食べないじゃないですか。試合行くと喉渇いて お茶を飲むこと、あのウーロン茶を飲むことはありますけど、あの、球場だとウーロン茶高いなって思うときは、たすきがけにしてきた、軍みたいな水筒で飲みますけども、ね。あの、キャップがコップになってるやつにトクトクって進んで砂糖を入れた麦茶を、これはただだが家から持ってくれば、みたいなのではやりますけども、まあその球場に行って、そこでこう、他のことをすることがないんですよ。だから、その、正直に言います。これ北海道でも流れてるのに正直に言いますけど、北海道で聞いてる人は、おそらくいろんな番組でと、それこそ、王様のブランチ的なところで、このエスコンフィールド結構取り上げられて、スポーツニュースじゃなくて、で、その、こういうところにこういう美味しいお店があるんですよって言いながら、野球わかんないんですけど、ここ楽しめますっていうことをいっぱいやってるわけですよ。で、だから、こう、そればっかりになっていくんですけど、正直、これから野球を盛り上げていくために大切なことは俺じゃないってことはよく分かったです。だからその、要するにこれから野球を盛り上げていくために大切なことは、僕は野球をやってれば行きます。ましては自分の大好きなファイターズが、試合をやってれば、それはなるべく時間を合わせて行きますけど、
僕が、見るのを嫌になっちゃうまでのサービスをしさえしなければ、このタイプの人は減らないじゃないですか。何をされても、多分減らないと思うんです。これが、その、北海道の中でいろんなところが候補上がってましたけれども、レボン島であっても僕は多分行くと思います。このいろんなそのサービスなしで。で、逆に言うと、俺からしてみればこのサービス違わねって思うやつがあっても我慢できるわけじゃないですか。だけど、野球がそんなに好きじゃない人とかは、そっちがないと行かないじゃないですか。そっちがないと行かないわけですよ。だから、100% 言います。100% これは多分日本ハムが人気球団になっていくために、もしかしたら落ちてきてるプロ野球人気みたいなものを上げるために、正解なんですけど、こう、新しくできてる、例えば、外野の後ろのところにでっかいホテルがもうくっついてるんですよ。くっついてて、で、それホテルの3階とか5階ぐらいの、その外野スタンドの一番突き当たりはホテルで、で、そこからはそのホテルは1泊5万ぐらいするんだけど、そのホテルのサウナからは野球が見れますっていうので、俺多分サウナから野球見ようぜって誘ってくる友達とは絶対友達にならないです。正直サウナで見たくないです。サウナで見るぐらいなら別にその安い外野席の端っこでもいいから見たいです。で、あと犬と見える席。犬と見れる席ってあるんですけど、僕は愛犬家なんですけど、ね、愛犬家で愛野球家ですけども、犬と野球を見たいって思ったことは一回もないし、犬も見たいと思ってないです。なんかその、足したら良くなるっていうことではなくないかっていう、俺の中では。でも、なんかその、野球、いろんなとこに犬と行きたい人っているじゃないですか。いろんなとこに犬と行きたい人の中に、今北海道でホットな場所としての野球場エスコンフィールドに行きたくて、でいて、犬が入れる席があるらしいよっていう人は、多分来ると思うんです。犬連れて、美味しいグルメ食べて、ついでに野球っていう人はここしかないから、来るじゃないですか。で、他にも、って思うことがいっぱいあるんだけど、北海道ではなかなか口にできない感じっていう。たまたまその日本放送の中継で言ったんだけど、北海道のテレビ局が朝のワイドショーで、日本ハムファンの伊集院さんも来てましたっていうことでインタビューを撮ってくれたんですけど、そのインタビューで、グルメはどれが気になりますか？すいません、僕野球見てるとき一切ご飯食べないんでっていう答えを出した時の、リポーターのがっかりした顔お前食いしん坊じゃないのっていう。うまいなうまいな今なんて、ゲームセットって言ってたどんあの人っていう、その感じじゃないんです、僕。超野球見ちゃう人なんですよ。ね。で、なんかね、僕の、その野球に対する、めちゃめちゃ保守的なところから言うと、すごい変わった球場で、メジャーにはそういう球場がいっぱいあるんですけど、そのメジャーの球場を取り入れてるから、メジャーの球場みたいところを作りたいっていう意思で作ってるから、これもすごい正しいんですけど、球場の形が左右対称じゃないんですよ。たまにメジャー見ると、レッドソックスの球場が、レフトのフェンスだけめちゃめちゃ高くて、ライトのフェンスが低いみたいなのあるんですけど、あの感じなんですよ。球場って、今 Z 世代は分度器持ってる。分度器って久々言ったけど。球場の形ってさ、ピザの、クアトロなんとか4つの味のピザあんじゃん。クアトロなんとかの、コーンマヨ。以外のとこ全部捨てたみたいな形してるじゃん。僕バジルは食べないの。バジルは捨てんの。せっかく頼んだのにもかかわらず。ね。丸を4分の1したみたいな形してるじゃん。ね。してんだけど、外野のところはそのエッジのところ、あそこのチーズ入ってるやつあるよね。あそこのエッジのところにさ、なんか中に、生地の中に、厚い生地の中にチーズ入ってるやつあるんだよね。で、その、
俺ピザの話してたっけ。その外野席がデコボコなの。あの、ま、外野席で外野のフェンスが丸く、まず、一番左の5メートルぐらいは、横5メートルぐらいが、フェンスがすっごい高くて、あ、何メートル高さ何メートル、相当高いフェンス、5メートル、8メートルぐらいあるフェンスで、そこから直角に切り立って、そっから先はフェンスが一気に下がって3メートルぐらいのフェンスになる。だからわかんないけど、なんと、アンラッキーの、アンラッキーフェンス、バッターからしたらアンラッキーフェンス、もしくはピッチャーからしたらラッキーフェンスで、他のところに打ってれば全部その高さホームランだけど、その横5メートルぐらいのところだけはフェンスに当たるっていう。ね。で、その後、またその、ピザのエッジをずーっと行くと、一箇所、凹んでる。一箇所、その、短い距離でもホームランになるゾーンが出てくるの。そこ、三角形のゾーンがあるの。多分誰かが食ったんだと思う、ピザなら。ねえ。があるんですよ。2メートルぐらい急に切り立ってる。手前側に、あの、席がはみ出してるとこがあるんですね。でいて、そこも、なんつったらいいのかな。カクッカクッっていう、とんがってるんですよ。とんがってるから、そこにボールが当たった時どっちに行くかっていうのが結構難しいんですよ。で、そういうこうトリッキーな外野フェンスは確かにメジャーリーグとかではあるんですけど、俺もうそういうのいいからってなってるんで、なんならそのフィールドの中のその競技をする面積は全部一緒で、なんなら全部同じ高さのフェンスで、その全球場で競ってほしいって思うぐらいだから、その何か運の要素で急にその変な方を跳ね返、多分今年ランニングホームラン、ホームランじゃないけどそのフェンスに当たって変な方を跳ね返ったからランニングホームランみたいなことも相当出ると思うんだけど、俺そういう不確定要素みたいので野球を楽しみたいって思ったことなくて、俺サッカーのスタジアムにそんなにたくさん行ったことないけど、いわゆるフィールドの大きさは一緒でしょ、だかん。その、ラインの形はみんな一緒でしょ、ここだけ、わかんないけど、ゴールが、一箇所だけ、ここを入ってもダメっていう穴があったりとか、ないでしょ、別に。その、ゴールポストの、ゴールマウスの中が、欠けてるっていうことはないでしょ。だから俺はなんかそことかも、全然必要ないのね。で、だからそれがまたスリリングで面白い展開になるんじゃないでしょうかみたいのも全然いらないし、あとファールグラウンドがすごい狭いから球場が近くに見えるこれはまあまあこれはまあいたしかゆしだけど、その一番前の席が手に入るんならそれは俺も欲しい、俺も欲しいけど、欲しいんだけど、ファールグラウンド狭くするといわゆるファールフライみたいなことがあんまなんかファールフライってつまんないじゃないですか理論っていうのがあって、なんかそのそれには賛成できなくて、ファールフライとか楽しいんですよ自分の中で。ファールフライ、このファールフライを取れたか取れないかみたいなことで試合が動くのとかが楽しいから、その感じもいらなくて、でさらには決定的なのが球場の全部とは言わないけど、かなり大部分の席で、球場全体が見えない。一塁側寄っちゃうと、その、ライト側が、すごいその、せり出した、その、その席がいっぱい作りすぎてとか、まあ、狙って作ってんのはいいんだけど、作って、その、フェアだったか、そのフィールド内に入ったかファールだったかをその席からは確かめることができない。で、それもかなりその、変わった席をでかく構えてるせいで、三塁側行くと今度レフト側が見えないから、すごい大事なところでライン際って言うんだけど、ライン際にちょっとこうスライスかかりながら、こう、その、ボールが行った時に、特に日ハムだと近藤選手っていう安打製造機がいるんです。これがまた上手にスライスかけながらラインギリ、ホークスに取られちゃったんだ。その近藤選手はいませんけども、あと取られたは人聞きが悪いですけどもね。
その日ハムファンからするとそう思うわけですよ。そこの瞬間が見えない席がすごいいっぱいあるんですよ。ただな、やっぱりそのギリギリのところまでそのすごく切り立った席がいっぱいあることは、もしかしたら初めて行く人には楽しいかもしれない。そのこんなところから見え、変な角度から野球見れんのみたいのが楽しい人はいるかもしれないのね。そしてさっき極めつけって言ったじゃん。極めつけの極めつけがあるんだけど、放送席からフィールド見えない。もう、すごい、今、びっくりし、今までかつてなかったことですよ。ミキサーの岡部さんが一番、つって、あの、ラジオ中継やるから、放送席が狭いのはしょうがないんですよ。それ各局がいっぱいいるから、狭いのはしょうがないんですけども、僕と里崎さんとアナウンサーさんと僕で3人で、その、球場側の窓に座るんですけど、一番左にいた里崎さんは、とりあえずなんとか見えるんですけど、もう真ん中に座るアナウンサーさんは、半分見えないです。で、僕の席からは、三塁手のみです、見えんの。で、その、おそらく球場の人と岡部さんが話し合ってないでしょ。あのうちのミキサー、多分ミキサーとか、テレビの方わかんないですよ。ラジオの方でも、その機材をやる人たちと話してたり、中継をやるスタッフと話してたら、絶対わかるんですけど、昔のその後楽園スタジアムっていうところも、ブースはすごい狭かったんですけど、一つ大きく違うところは、窓が、なんていうのかな、シャッターの開き方なんですよ。ね。後楽園スタジアム。でも、札幌ドームは、素敵な高原の朝を、ね、昨日までの雨が嘘のようだわ、ガバっていう観音開きのね、感じなんですよ。で、その観音開きになった冊子が、隣の観音開き、隣の他の放送局の冊子とぶつかるから、要は、それで見えないんですよ、もう。それがついたてになってるから、俺こんなの多分、あそこの放送席でやる人たちに、いや、これなっちゃうと、もうこっから見えませんよっていう話に、なるだろうって思うんだけど、だから謎の現地には行ってるんだけれども、見てるのはモニターっていう。そしたら日本放送の清水アナウンサーがすげえ気遣ってくれて、俺と谷重さん二人で左側に寄ってなんとか見れることにして、清水さんはその後ろで椅子の上に立って中継するっていう謎の。要するに右側行っちゃうともうフィールドが全く見えないの。で、多分だけど、俺らの並びのところも、おそらくちゃんと、見えないって思うんだよね。だそれは、これからどう改善していくのかわかんないけど、なんかね、俺の中ではその、サービス満点な球場で、その、パークとしての部分とかは、間違いなくちゃんとできてるけど、野球をこう野球だけ楽しむに、に行くところとしては、結構、そこを犠牲にしても、その初心者に対する派手さみたいな、ことを、すごい、こう、頑張ってっかなっていう。ただなんか本当に、全然負け惜しみでもなくて嫌味でもなくて、間違ってはいないと思うんだよね。そうしたかったんだから。その、今の、もうだって野球始まる前から終わるまでバッティング練習からずーっとよだれ垂らしながら見てる俺と、俺だけでは、いい球場も作れなければ、選手の年俸も払えないから、そうじゃないようにしようっていう風に、どんどん野球は向かってってるわけじゃん。これさらに海外に飛び火していくんだけど、メジャーリーグが、どんどん野球人気が落ちてるのはスピード感がないせいだとか、ゲームの、時間が長いせいだって。だからこれは、わかんないね。子供の頃とか長いなと思ったんだよね。でも、今や、もう野球バカになっちゃってるから、俺は別にその、今の野球の試合をすごい長いとは思わないわけ。だけど、エンターテインメントの中で、いつも3時間半かかるよっていうものが、どうよって言われたら、おそらく長いんだろうね。でいて、そのメジャーリーグはどんどん試合を短くしようって してんだけど、
それがもう、その、ピッチャーが、こう、ボールを受け取ってから15秒以内に投げなきゃダメですよとか、15秒以内に投げなきゃもう無条件でボールとか、で、逆に言うと、バッターはそのために8秒以内に構えないと無条件で、ストライクみたいなルールができたり、牽制球は3球以内に刺さなければ、一塁ランナーをアウトにしなければ、無条件で二塁に今度行っていいとか、そういうルールを作り始めて、なんか慌ただしくなってんのね。で、それでどんどん時間が今短くなってるんで、成功だって言われてるけど、俺全然間合い大丈夫なんだよね。今何考えてんだろうみたいな。あの、ちょっと前に申告敬遠つってフォアボール出すときに、この人はもうフォアボールにするときに、昔はキャッチャーが立ち上がって4球投げてたんだけど、この時間がもったいないからつって、もう監督が審判に、あ、こいつフォアボールですって言うと、フォアボールにできるようになったのね。なんか俺の中では、その4球投げてる間に次のバッターは舐められてるわけですから、次のバッターがどんな顔してるかってもうご飯3杯ぐらい食えんですよ。球場では食べませんけど、その、ね。それを、その時の表情を思い出すだけでもうワクワクしちゃうんですよ。で、ありとあらゆることを今、時間短縮だからやろう、時間短縮だからやろうってやってるけど、多分、このままほっといたら、3回で終わりになると思うよ。でも俺ね、この変な間合いをどんどん詰めていくっていうのをやられるぐらいだったら、もう、それは究極の選択よ。ね。もう、なんでしょうね。広瀬アリスのうんこ食うか、広瀬すずのうんこ食うかっていう、もう、どっちをとってもね、ちょっと、ごめんね。どっちも嫌なことを選ばなきゃならないっていう、例えになってた、今。なるじゃん。ね、究極の選択でどっちも嫌だけど、俺、例えば今のその間合いをめちゃめちゃ詰めようみたいなルールよりも、7回で終わり、今9回だけど、7回で終わりって言われたら、どうしてもどっちがいいかって言われたら、歴代の記録とか全部比べられなくなりますけど、俺は、7回での方を取るかな。ただまあ問題は、基本的には、お前らの野球の見方は商売にならないっていうところから始まってますか。それはその、俺がすごいお金を持って、その、毎試合何億円か払えるんなら別だけれども、俺のやり方払えるなら別だけど、それではダメだっていう結論から作った新しい球場だから、あの球場になったから、自分は、見に行かないってことはないです。やっぱ野球が好きだから。だからね、結構だからエスコン行って、割とショックなことが、ショックとは言わない。なんか、ああ、こうなっていくんだな、野球っていうことが多かったかな。やっほー、やっほー。もうすっかりクソジジイですよ。さっきのトークの中でも、俺、里崎さんと谷繁さん間違えてるしね。里崎さんは一緒にクイズやったのが里崎さんで、で、解説は谷繁さんなんですよ。ね。そんなんで驚いちゃいけませんよ。3週間前ぐらいのフリートークかな。テレビ番組の中で、炭鉱のカナリアっていう話をしたら、炭鉱のカナリア自体が通じないのは、まあ、覚悟してたけど、炭鉱っていう、ことを、俺、この壊れ方すげえな。ゆきぽよに言われたって話、したじゃん。あれ、ゆうちゃみだった。ねえ。オンエア見て、あれっつって、ねえ。これ、なんか、上手に CG みたいので変えたら、変える必要がねえじゃねえか。変える、ね、別に、その、本当は俺喋ったのは、ゆきぽよだったのに、ゆうちゃみちゃんに、こう、合成で変える必要はないもんね。またお家でお友達がなんかやったとか、そういうこともなければ、別に彼女自体は何にも悪くないわけだから、最初からゆうちゃみちゃんだったんだけど、俺全然、その、多分最後まで、ゆきぽよって言ってた。
言ってて、で、なんかその言って、間違えて言うのまではまああるじゃんか。あるけど、もう完全にぶっ壊れてるのは、それで映像が喋るっていう作業の時に映像が割と作られるの。自分の中で映像が作られるから、その映像が上書きされちゃうから、そのオンエアを見た時に、あれ？ってなるんだよね。その、本来だったらさ、いや、これもまためんどくさい機能でぶっ壊れ方が特殊だから、本来だったら、おしゃべりの中で、ゆきぽよって言ったことも気づかないし忘れてるじゃん。で、気づかないんだけど、そこで作った、ゆきぽよに、炭鉱って何って言われてる映像は、がっちり記憶回路に入るんだよね。それで本番を見て、どうなってんだこれっつって。で、よくよく整理してみると、あん時最初からゆうちゃみだっていう、どこで書き換わったんだろう、トークだってなるわけ。で、今も、一旦エスコンの、その狭い、放送ブース、中継ブースに、一旦里崎さんがいた映像出来上がってるからね。ほいでいてなんか他の、その集まれ焼きおじさんっていうので里崎さん出てもらって、来週またちょっと集まれ焼きおじさんの会議をやんなきゃならないみたいなことを、とか、変な映像今あったなっていう形だから、もう、老害さんなんですよ。もう完全な、ザ、老害さんなんです。ね。ただこんな老害さんにも一応聞いておくといいこともあんのか？だって。その Z 世代の知らないことを質問されて、結局、俺は間違ってほしいじゃってんだから、そうやって考えたらなんもないよね。まあまあそれも含めて楽しめる方がいるならば、ね。お楽しみいただきたいという。ね、そうですね、ペンネームライディーンさん。ねえ、老害が若かった頃ってゲームのやり込み要素なんてなかったんでしょ。最近だとゼルダのブレス・オブ・ザ・ワイルドにはいろんな種類のやり込み要素があるけど、老害の記憶の中でずっと昔のゲームの初めてのやり込み要素エピソード聞かせて。それはどんな作品のどんなやり込み要素だろう。なんかね、今のゲームのやり込み要素にあんまり燃えないのはもう用意してくれてるじゃん。で、その全部のそのいろんなところに隠れてるブレスオブワイルドだったら葉っぱの妖精みたいなやつを全箇所集めると、全箇所集まりましたっていう、こう、タグが出たりとかするじゃん。で、いろんな、その、バイオとかでも、なんか最初に敵をいっぱい殺すと敵をいっぱい殺しましたよ、みたいな、トロフィーが出たりするじゃん。で、これはもともと、そのメーカー側が用意したやつですよね、っていう意識がすげえあって、当時はやり込み要素なんていうものは、こっち側で勝手に作るもんですから。一番最初のやり込み要素は、牢石ってわかります？チョークのさらに古いやつみたいな、まあ、地面に、アスファルトの黒い地面に白い石で書くとこう白く、字が書けるやつなんですけど、あれを使って、うちの前の、路地を全部白くするっていうのを頑張ったときあります。もう大変だったんですよ。もう毎日のように家帰ってきてからずーっと牢石塗り続けて、で、多分10日ぐらいやったと思いますけども、そろそろ、隣の長谷さん家の前も濡れるっていう感じになってきたところで雨が降りまして、結局ゲームオーバーですよ。その時月のお小遣い全部で老石買ってましたから、それぐらい僕の中では大切なことだったんですけど、多分それが一番最初のやつですね。で、テレビゲームの話をしてんだよジジイっていうことになりますわな。で、そのテレビゲームの話してんだよジジイで言うと、僕は、まだファミコンが出る前の小学6年生ぐらいの時に、任天堂からブロック崩しっていう、ブロック崩ししかできない上に、2面クリアしたら終わりっていう、2面クリアしたらずっと終わりっていう、もう終わりですよっていう、ゲームが出たんですけど、それもすぐに、しかも、バグっていうか、
分かっちゃったのは、左の2番目のブロックに、弾が当たる寸前に、ボタンを押すと、全部一気に消えるってことが分かった。1面も2面も。で、もう全部終わっちゃうわけですよ。それで、ゲームスタートする寸前まで、姉貴にバリ雑言を合わせ、言って、姉貴が切れた瞬間からゲームを始めて、で、姉貴は後ろから首絞めたりしてくる中でクリアするっていう、やり込み。ちょ、一回 CM 行きますね。ユニカル深夜のバカ力。そう、だからそのブロック崩しを、その、なんていうの、コントローラーっていうか、そのゲーム機自体に、ダイヤル式のあの、まあ、要はブロック崩しのコントローラーついてんのを、逆にして逆手でこうやったりとか、あとはなんかルールで一回もこう寄り目を、こうずっとこう寄り目をしながら、寄り目をしたままでやんなきゃいけないとかっつって、それを横でその、何人かの友達、遠藤くんとか近藤くんとか大野くんとか来てる中で、例えばその時は、俺と大野くんの対戦の時は、近藤くんが、その寄り目が、一回でも寄り目が離れちゃってアウトだから、そこと寄り目判定をずっとするとか、そんなんがもうやり込み要素でしたね。で、ゲームだけの中でやるやつだと、一番やり込んだのはベストプレイプロ野球っていう、自分が、落語家なって、で、ちょっとこう、二つ目なってたかな。まあ、暇だったから、師匠の周りの世話から解放されてたのかな。で、その時軽い鬱になって、家から出てこなくなって、まあ、仕事もないし、出てこなくなって、ベストプレイプロ野球っていうゲームは、その、選手の名前を変えられるんで、その12球団の選手の名前を全部架空にして、一人一人のプロフィールを大学ノート6冊ぐらいに書いて、この人の生まれはこうでってやってて、で、最終的に、ロシアから来た、その、何、ロッキー4の、ロシアから来たやついたじゃん。あいつみたいな、その肉体だけすげえけど、野球をやったことがないドラコ。ドラコ的なやつで野球をやったことないやつの、が妹と死に別れたストーリーとかも書き始めて、もう、辛くて。ね、もう、なお前らの面倒見てたら落語ができないって。でもなーなんつってやってたやつが、まあ、やり込み要素としては一番、すごいやつでしたけども、やらない方が良かったです。間違いなくあれは、病だったと思いますので、一生懸命やりましたけどね。あと、信長の野望をどんどん強くするっていう、信長の野望をクリアしてもどんどん強くして、結局なんかオーバーフローエラーっていう、その、これ以上の数は計算できませんっていうぐらい強くなって、もう何も、急にハッっていう、その、信長の野望をやってる間はさ、結構信長な、その気持ち、信長の気持ちでやってるじゃん。なのに、画面に、そのファミコン版なんだけど、スーパーファミコン版かファミコン版なんだけど、画面に急に、エラーっていう横文字が出た時の、はっていう、俺信長じゃないっていう。ね、急に何か、なんかわかんないけどさ、俺はその時代の人になってるにもかかわらず、急にファミコンを持ってることが分かっちゃって、なんか、わーってなったよ。わーって。ねえ。うん。そんなやつですね。なぜか少し悲しみの入ってくるお話に。なぜか少しだけ悲しい話になりましたね。もう一個ぐらい言っときましょうかね。ペンネーム。イチゴにはうっすら毛が生えている。ねえ、老害。老害が若かった頃って、帰ってきたウルトラマンに出ているウルトラマンジャックは名前がなかったんでしょ？少年誌の企画でウルトラ兄弟が対談する時もシンマンって表記されてたって本当なの？絶対俺と同い年ぐらいのやつだと思うんだけどね。2020年代に新ウルトラマンが制作されるのを分かって解明しておいたのかね？なんて、ね、最初俺最初となんか自分でリアルタイムで覚えてる感じだと帰ってきたウルトラマンっていう名前で帰ってきたんだって思ってたよ、なんか。今、その細かく見返すとどう言ってるかわかんないけど、俺ほら、仮面ライダー、
あの、仮面ライダーは俺が生まれて物心つくぐらいから始まってるけど、ウルトラマンってその前から始まってんの。で、そのウルトラマン自体をリアルタイムじゃなくて、多分再放送とかで見たり、あと兄貴の絵本で見たりとかしてるわけ。で、だから帰ってきたウルトラマンぐらいから物心がつき始めてるから、帰ってきたウルトラマンを、あ、帰ってきたんだろうな。漠然とウルトラマンが帰、そのどっかに行っちゃったっていうのを、なんかウルトラマンはずっと日本にいたかったんだけど、結局最終回で、マカオだかマニラだか行ったんだっていうのをね、で、それが帰ってきたんだって思ってたから、なんかその、細かく言うと変身してる人も違うじゃんみたいなことになるし、あと柄もちょっと違うんだけど、あいつを別だってあんま思ってなかったんだよね。で、突然そうじゃないみたいな設定の回が出てきて、で、ああ、そうじゃねえんだってなって、で、それから先はシンマン、シンマンって言ってたから、俺、ウルトラマンジャックって全然わかんない。なんか今、ウルトラマンジャックって言われて、今言うんだそうですよ。この人にしてみれば。でいて、そのことも聞いたような気はするけど、例えば、ウルトラマンジャックが倒した怪獣だれって言われた時に、俺、別にそのシンマンの怪獣全然出てこないわ。なんか、その、イコールとあんま、結ばれ、ないかな。ねえ。ということでね。もう、老害としての役目すらできないぐらい老害にはなっていますけども。皆さん、それでもこのおじさんに聞きたいことがあったら、まだまだ質問を送ってください。曲、ミレニアムパレードと椎名林檎で、ワーク。新勝ち抜きカルタ合戦会。いわゆるやり込み要素みたいのが確立したのは何からなのかな。いや、まあまあドラクエとかが終わっても名残惜しくてずっとレベル上げてるとかは あったよ。それは確かにやったけど、やり込みって何からだったのかな。ちょっとあんま思い出せないけど、結局そんなにたくさんカセットが買えないから、やり込みがやりたいっていうタイプでは俺はなかったんだけど、やり込みが好きな人はいっぱいいる、未だにいっぱいいるんだけど、俺はやり込みがやりたいっていうよりもまだ味がするっつって。ねえ。だから、その、どんどん嫌な話、こういう仕事始めてさ、自由になるお金が増えるごとにやり込まなくなっていったね。で、それと同時にやり込みみたいなものが、いっぱい用意されるようになってるから、なんかこう、やり込み、あんま、ピンとこないね。だから今やり込みに慣れてる人たちがさ、あの、ブレスオブワイルドをさ、始める前に一旦うちの姉貴をすげえ切れさせてから、やって、クリアしたらすごいと思うよ。喉仏を両親指で押してきたからね。それでも俺ブロック寿司なんとかしたからね、ケーケーって、白目向いてるのにもできたからね。さあ、新勝ち抜きカルタ合戦会です、番組オリジナルのカルタを作ろうというコーナーです、このコーナー毎回2つのテーマのカルタが戦って生放送で番組を聞いている皆さんからのメール投票で勝敗を決定します。対戦するのは前の週に勝ち抜いてきたカルタと現在たくさんのテーマを同時に募集している予選ブロックの中で一番盛り上がっているチャレンジャーのカルタです、勝つごとに、あ行下行作業と進んで負ければ予選ブロックに戻ります、和行を勝ち抜ければカルタは完成でゴールインです。同じ文字で3連敗するとテーマは消滅になります、今週の対戦カード、まずは現在勝ち抜き中のこちら、秋元康先生のグッドアイディア、 AKB48 のメンバーの可愛いパーツを合成して CG で架空のメンバーを作った江口愛美の大ヒットよ再び、全人類を対象とした令和版の江口愛美を作り出そうというテーマの令和版江口愛美カルタ、今週は家業になります。あの、秋元康さんの新しいアイドルプロジェクト、俺ドン引きしてんだけど、あのさ、あ、多分4月1日だったと思うんだけど、ネットの記事になってたやつが、なんか新しいのを、新しいそのグループ作りますで、オーディションで選びますまでは、なんとも思わなかったんだけど、仮想通貨を絡めますと。で、その仮想通貨を発行して、そのメンバーの投票権みたいのも、仮想通貨、もう怖くない？怖い。だから俺本当に思ったのは、エイプリルフールなんだと思った。
エイプリルフールでそこまではさすがにやらねえだろっていうね。え、一旦 CD っていう媒体を通すことで、札吸ってる感を薄めてきたじゃんって思ったんだけど、それをディレクターの金子は思ったらしいんだけど、俺は全然思わない。俺はもうラストアイドルとかもやらせてもらったから、全然一回も思わないけど、みんなどうすね、どうするどうする、仮想通貨だけ買っとく。で、そのまま、いや、だけどさ、怖くない？俺はもう、もはやちょっと怖いんだ。でも、その、この怖いっていうことって、いつまで言えんだろうみたいな、その、割と大きなプロジェクトなんだよね。なんか、今までの、その、AKB とか俺らも知らない、ああいうのを作った人たちがみんなスタッフが集まって、それで一旦その、仮想通貨を買いたい人が申し込みみたいのをして買ってみたいなことでしょ？で、言って仮想通貨だからこれぐらいの量発行しますが決まってるわけじゃん。その途中から盛り上がってきて、俺はこの子に投票したいんだってなってくると、もともと持ってる人を買うってことだよね。で、持ってる人のやつを買うって、この企画が人気になっていくと、そのお金も上がっていくっていうわけだよね。で、そうすると、この仮想通貨って、全部が売られるわけじゃないはずだから、運営側が持っている仮想通貨、その管理側がプールしている仮想通貨が、これによって上がっていくっていうことだよね。いや、なんかわかんないんだけど、なんかその、全然分析でき、頭のいい人分析してほしいんですけど、僕分析できてないけど、震えるのだけは間違いないんですよ。ね。でいて、ここまで来てるプロジェクトがうまくいかなかった時に、秋元先生知らぬゾンゼルに来る可能性あるよね。そのあたりとか考えちゃうと、こう大成功するに決まってるじゃないですか。もう、金子さんゆえゆえおっしゃるから。いや、ほん、僕はこれ大成功、全員が喜ぶ企画になるんでしょう、おそらく。ね、すべての人がもう、ニッコニコの感じになるに決まってるじゃないですか。なんだか、本当に困っちゃいます。僕ほら、脳を操作されてるじゃないですか。パッと見イヤホンに見えますけど、これは、この先の針が、大脳の中枢神経に刺さってますから。これちょっと前、ちょっと前まで TBS はこのイヤホンで僕に何かこう次何秒ですよとか言うためにこのコードが出てたんですけど、イヤホンにしか見えないでしょ。先は20センチの針ですから。でいて、その針をズブ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 って入れて始めますから、それを、その岡部さんと、岡部ミキサーと、そのディレクターで、俺を勝手に操縦してますから、恐ろしい話ですよ。ねえ。ほら、ね、急にこの話やめてコーナーに行くでしょ？そういうボタンを押されてるんだから。でもちょっとすごいとこま、なんか俺は来るとこまで来たけど、え、これに、テレビとか、ラジオとか、レコード会社とかは、乗るってことだよ。だって協賛してるなんかレコード会社みたいのも、発表になってたし、なあ、いやー、一枚かましてもらおうかな。いや、だって迷うよ。俺だってお金がいらない人じゃないからさ。じゃあ、その、直接やんなくたって、この仮想通貨を買う、買わないみたいな。なんかその、アイドル好きじゃないとかと、全然別問題じゃん。この仮想通貨買う、買わないの話は。ね。さあ、コーナーに行きますよ。対する予選ブロックから登場のカルタは、ありとあらゆることに対応したイラストがある、イラスト屋にもない。まあ、ありとあらゆるイラストがイラスト屋さんにはあるんですけども、ここにもない、イラストがテーマの裏のイラスト屋、裏スト屋、カルタです。今週は家業です。それで行きましょう。まずはこちらから。令和版、江口愛美カルタ。家業です。まあ、いろんなパーツ、みんなね、顔をあんまいじってか、やっぱ、なんか楽しみたいんだろうね。顔を固定したくないんだろうね。今のところ目の候補が、鬼越トマホークの酒井くんの目っていう。俺は翌日にさ、仕事で会っちゃってさ、やっぱり可愛いよ。やっぱり可愛い。ね。ペンネームイエロー軍曹。ガーマルチョバのアタッシュケース。ないんだよ。あれはないから。ね。
ペンネーム花田花尾か、また被り物で着せ替え人形みたいな感じなんですけど、被り物いっぱいありますから、かがっぽり建設のヘルメット。最近見ないね、がっぽり建設さんね。ペンネームソフィーと双子の姉妹か、カビラ自衛のクレジットカード型のメガネ、ね、もうさ、がっぽり建設のヘルメットにさ、クレジットカード型のメガネっていうね。それで、うん、こっち来てって言うと、一旦ないアタッシュケースをもう持っちゃいますから、よっこらちょっと。奇妙な人だね、このアイドルは奇妙な人だね。ペンネームメカハマチ、キクリンのメガネって。あれは、あの、正解を中井貴一さんにもらったやつだから、中井貴一のメガネだけどね。チョコボーイ、木下ゆきなの統率力。総出で来るからね、総出でね。ペンネーム千本の木、旧清水のめっちゃええやんと言った時のガンギマリの目だ。めっちゃええやん、めっちゃええやんの時の、だから目自体は今んとこ酒井くんの目なんだけど、ガン決まりの時のめっちゃええやんって時の。あー、目元はっきりさせたいんだな。ペンネームケイちゃん、岸辺一徳の目つきっていう。アイドルで。俺意外に罠の戦争全部見ててさ、罠の戦争もやっぱ岸辺一徳で、まあ閉まるよね。あの目ですよ。あの目ですよ。仮想通貨をいくら突っ込んでも僕はいいですよ。ペンネーム豆腐小僧、金玉の右がルシファー吉岡、左がハイハイ岩崎。ごめん、企画聞いてた。金玉あってもいいけど、ねえ、あってもいいけど。口調とかもアイドル大切でしょ。甘えた声がいいのか、それともまたちょっと違った感じがいいのか。ペンネーム田中、北朝鮮の女性アナウンサーの話し方。専門家呼んでるアンガンさんってみたいなやつ。毅然とした感じ、毅然としたハキハキした感じの、なんだろうね、高橋みなみ的な。ねえ、なんかちゃんと統率しますよっていう感じのね、偉大なる秋元康っていう。いつも偉大なる秋元康大先生という言い方を必ずしますから。虫でなあ。ペンネームチェリマツ、金の国渡辺のおにぎりみてえな形の頭だって。なんかいい頭なんだよね。五十嵐美樹夫さんの漫画に出てくる感じの頭、めちゃめちゃ生きうまいんだよね。ペンネーム終電まんじ、岸谷五郎の顔。ダメじゃん、岸谷五郎じゃん、それだと。今までみんなでちょっとずつやってきたとこ何やってんの、お前。いきなり岸谷五郎の顔をビャッカッ。ペンネーム、もうみんなアイドル作ってるからね。ペンネームどうにもならんよ、くもうさ、頭でさ、書き出しの人名がさ、国村純がつって、どの要素だよ。どの要素が入るんで、可愛いアイドルの子に国村純の要素で一個もないからね。国村純が本気で怒っている時のように押し殺した喘ぎ声だって。エッチの時に、エッチの時に出るんです。エッチの他の時には全然違う声なんですよ。あの、北朝鮮の女性アナウンサーの声なんですけども、エッチで本当に行きそうな時だけは、国村純が本気で怒ってる時の、あの押し殺した感じの、怒鳴ってる時は怖くないんだよね。あと笑ってる時と笑った後に
それ本気で言ってんのか。っていう時の、その感じが一番怖い。笑ってる時は全然怖くない。笑い終わった後の。本気で言ってるわけじゃないよな。いや、あれ、みんな顔の中少し入ってましたね。ペンネームニトロ。クリリンのデコの6個のポッチだって。なんなん？少林寺のさ、少林寺拳法の映画とか必ずあれついてるよね。焼きごてみたいこと何なのかな？なんか、先行的なやつでやんの？何のためにねえ。プツ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 ってなんな。後で繋げて何か遊ぶためになんか。ペンネーム、佐藤さん。グフのヒートロッド。もう武器セットだよね。もう完全に。ガンダム、ガンプラの武器セットの中から一つ持たした感じだよね。大自然守る。警察24時に出てくるすすきの交番勤務の巡査の人情。なんかポケットマネーとかからお金出してくれたりするんだっけ。どうしても帰れないとかになっちゃった人とかにやったりするんだっけね。決めポーズ。鴨志田四郎。ケロッグの虎の腕組み。あやない、シュガーポーンだっけ、なんだっけ。ケロックの虎、なんかサッカーの CM あったもんね。ケロックの虎、なんか名前、なんとかフロストだっけ、シュガーフロストだっけ。ちょっと甘いんで、あいつ、すげえ、うちの、あの、若手構成大家くんが名前、トニーザタイガーって言うの。トニーザタイガー、トニーザタイガー、いつも腕組みしてるけど何これ、トニーザタイガーの、トニーザタイガーの名残ですよ、なんつって。トニーザタイガーと俺、トニーって言ってたかも。あの、なんかサッカーやってる CM でトニーって言ったかもしれない。ペンネーム、ジベタ。健康的というレベルを超えた、吉田正隆の歯の色。真っ白だよね。真っ白だよな。ダム噛んでんのかと思ったぐらい。あそこ真っ白だもんね。ペンネーム、蕎麦屋の団子虫。ケンナオコのセロテープ。いやいや、ケンナオコはセロテープじゃないんだよ。清水明のセロテープはあるけど、ケンナオコのセロテープはないから。ね。ペンネーム、イエロー軍曹。古賀衆の長島みなのモノマネをしている時の舌足らず。いやだからさ、ダイレクトでさ、長島みなのやつもらえばいいじゃん。それはなんでナトゥコーね、その古賀衆くんがコピーしたやつをもらおうとするかな。ペンネーム、ソフィーと双子の姉妹。ゴンゾーのタンバリン。あー、どっち？タンバリン芸ごと持ってんなら売れるじゃん。ね。あの上下に顔を叩いたりとかしながらね、顔の方を揺らすっていう面白いやつとかもできるじゃないですか。あと、西タンクリニックで勝手に使われたっていうのを、嘆いていたら、高須クリニックで使われたりとかできるけど、タンバリンだけだとさ、別に売ってるタンバリンだからさ、普通にさ。ラスト。ペンネーム、三丁。小宮山が試合でつけるメガネ。メガネっていうか、バイザーね。あの、なんかあの、黄色いバイザーね。相当、やっぱこの、本当にさ、この子がデビューした暁には、バービーちゃんみたいなやつ出してほしいよね。いろんな、だってガッポリ建設のヘルメットからあるんだよ。ね。相当可愛くなりましたけどね。ただ目がね、岸辺一徳の目ですから。全然笑ってないんだよね。岸辺一徳、今回も幹事長さ、全然言葉は優しくても全然笑ってないからね。
さあ、勝てるんでしょうか。久しぶりはこちら、裏のイラストや、ウラストやカルタ。かですね。ペンネルチクビーマンか。海産物が有名な港町でゴーゴーカレーを書き込む旅行者のイラスト。そうね。ゴーゴーカレー、うまいけど、どこで食べてもうまいけどね。旅行先ではね、別にシーフードカレーでもないしね。ペンネーム、ウルトラマンキダ太郎か。乾燥わかめを一袋分一気に戻したら、キッチンがわかめに占拠された主婦のイラスト。これに大きく×が書いてあるっていう、増えるわかめの、もじゃ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 っていう。ペンネームとっとこキャベツ太郎。か、肩にメンチカツを乗せて落語を見ている人のイラスト。何やってんの。何に使うんだよ。後ろの席で弁当食ってたおっさんがちょっと置いたのかな。末広亭でちょっとだけ、ちょっと後にじゃ、メインだから、メインのメンチカツを。ペンネーム犬は地味変か。家庭の医学を読みながら自分で包茎手術する人のイラスト。ここをこうだって、ここをこうじゃねえよ。これね、ペラ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 、ここをこう、痛くないのお前。ペンネーム肉塊か。雷によって過剰な電力が供給され、近くにいた子供にまあまあのチョップを見舞うペッパーくんのイラスト。雨宿り代わりに入ったなんかちょっとこうカフェみたいなところの看板ペッパーくんの横で子供がいたら、ゴロゴロピシャーはー。ペンネーム経由か。壁に開いている、気持ちいいよと書かれた穴にチンチンを入れようか入れまいか迷ってる中学生のイラスト。どうしようかな。あの、友達の、同い年の友達がもうすでに入れていて、甲骨、もう無口で白目向いて甲骨でこう帰っていくっていう。それを見た後だよね。それを見た後だとちょっと迷うかも。ペンネームゴールデントップゴージャスか。会社 PR のために始めた TikTok での上司にドッキリ仕掛けてみたが、エスカレートしすぎて息を引き取った上司の遺体を埋めた桜の木の下での花見の様子を生配信する社員たちのイラストだ。そんなイラストはない。ペンネームウォッス10番か。ガンタンクが姫路城を攻撃するコマ撮り動画を撮影している人のイラスト。ペンネーム豆腐小僧か。漢方薬で性病を治そうと今決意したおじさんのイラスト。よしっていう。で、どう書くんだよ。その決意みたいなやつが一番書くの難しいんだから。これを言って、その、AI とか GPT とかが書けるようになったら、もうコンピューターの勝ちだよね。もうイラストを書く人の仕事なんかなしだよね。ペンネーム23歳の自称人気。餃子の皮をニプレス代わりにしている人のイラスト。これも罰して、あの、東京ワンタン本舗の餃子の皮の裏に、いくつかのやってはいけない使い方としてね、ニプレスにはなりませんって書いたんで、冷静にね。
ペンネーム、ソフィーと双子の姉妹、き、給食費と手の甲に、忘れ物防止で書いてるのかと思いきや、タトゥータトゥーで彫ってある女の人のイラスト。ペンネーム、ウルトラマンキダ太郎。ギャル文字のお経を耳以外の全身に書かれたお坊さんのイラスト。ペンネームケイちゃん、キ、キャンドルジュンが、広末涼子が、キャンドルジュンと広末涼子が出会わないようにタイムリープを繰り返している人のイラスト。何度阻止しても何らかのパーティーで出会っちゃうんだよね。なんだこれは大丈夫だろうっていう、もう何回かキャンドルを倒して火災まで起こしてるのに、それでもね出会っちゃうんだよね。ペンネーム鴨志田四郎、き、救急車内でたこ焼きを食べている患者の付き添いの人のイラスト。なんか酔っ払った帰りにたこ焼き買って、すげえ待ってる間にドカーンと音がして振り向いたら、連れが、思いっきり車に轢かれてて、ちょうどたこ焼き出来上がって持ってて、救急車を周りの人が呼んでくれて、誰か知り合いの方いますか？あ、僕連れですけど、つって乗って、でも俺何もできないしな。つって食べ始めてるのかな。ペンネームマイペース、く。九条ネギ一本で暴走したアフリカゾウを鎮圧した人のイラスト。なんだろうね、鼻とかに入れたりとかするのかな、なんか。ペンネーム、北明かりの目覚め。く、黒ギャル最高と書かれた半紙を持って裁判所から出てくるスーツの人。何が起こったんだよ。何の裁判なんだよ。なんて黒ギャル最高だとさ、有罪か無罪かもわかんないしさ。北明かりの目覚め、クックパッドを見ながら女体盛りを作る主婦のイラスト。ここにアワビをうるせえうるせえよ。ペンネームイエローグミソッケ、ケンニオコップにひたひたの状態でナースに渡そうとしてる人がいます。線があるだろう、下の方によ、ひったひたにそーおっと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 じゃねえ。ペンネームウルトラマンキラ太郎、ケーキカットでナイフではなく妖刀村正を持ってしまい、ケーキ以外のものを切りたくなっている、不穏なオーラをまとった新郎新婦のイラスト。結婚式のイラスト集みたいなページあるもんね、絶対その結婚式の招待状とかなんかお礼状とかに使うようなやつの中に一人だけ紫の渦巻きの真ん中のところで二人で持ってかね、しかもねえ。ペンネーム豆腐小僧、ケルベロスがチャウチュールに夢中になっているイラスト。あいつもわかんない、もうやってんのかな、テレビとかでさ、あのチュールってライオンも食うのかな、猫だから食いそうだよね。いろんなもんにチュールあげてほしいよね。この草むらには虎がいるっていう密林でチュール体中に塗って歩くみたいなね、みたいな、なんだよ。ペンネーム川谷カジコリジョンルールに違反するほど金玉がでかいキャッチャーのイラスト。開けなきゃいけないからね、要するにそのホームベースで激突のプレーが多すぎたんで、あそこホームベースの前をがっちり固めずにちゃんと隙間を開けなきゃいけないっていうルールですから、その隙間で開けてるつもりなんだけど、そこに金玉がもう横たわっちゃってるから、なんならホームベースの上にのもうべったり乗っちゃってるから。ペンネームマイペース、こ、幸福の幸福はな、高3ってことだね、高3のもう高3ですの意思表示として白旗を振ろうとしたが、
適当な布がなかったので、のびのびサロンシップを掲げている人のイラスト。で、ピラピラしたいんだからついちゃうからね、ね、ぐちゃってなっちゃうからね。ペンネーム、お父さんの宇宙が来たよ。コールドスリープに入る直前にサブスクの解約を忘れていたことに気づいた人のイラスト。もうだんだん中も曇ってきて、ちょっと寒くなってたり、それ体の中に多分そういう液とかも入ってんだろうね。それでその、自分を管理する、こう、機械類の音みたいなの遠くなってきたら、サブスク。ラスト。ペンネームランニング大好き。コアラにおっぱいを掴まれているお天気お姉さんのイラスト。いやいや、コアラ抱いてるイラストとでいいじゃん。普通に隣にコアラ抱いてるイラストあるんだけど、おっぱいにがっしり爪が食い込んでるから、あ、これ別の用途のやつだっつって、でこれ罰がしてあって、コアラの檻の前にっていう、意外に掴みますっていう、意外に握力も強いですよと。さあ、ということで、今週もリスナー投票で勝ち残るカルタを決めます。勝ったと思う方のカルタが令和版江口愛美カルタなら、メールの件名にひらがなで愛美、裏のイラストやウラストやカルタならメールの件名にひらがなでイラストと書いてください。そしてメールの本文に住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、これからかかる曲の間に送ってください。投票は一人一回です。抽選で3名様にバカジカラカードをプレゼントします。メールアドレスはいつもの baka@tbs.co.jp です。 baka@tbs.co.jp です。じゃあ曲はクラムボンでピリオドとプレリュード、投票開始、受付終了です。結果を発表します。令和版江口愛美カルタ377票、裏のイラストやウラストやカルタ446票、ウラストやカルタの勝ち。まあ、崖っぷちではあったので、もしかしたらそういう効果もあったのかもしれないんですけど、いくつかやばいのあったもんね、イラストね。まあ、江口愛美も相当いい、相当固まってきてるけどね。さあ、ということで、ウラストや作業に進みます。やっと進みます。負けた江口愛美カルタは、予選ブロック戻って引き続き家業の募集になります。まあまあ、秋元先生のね、新しいプロジェクトの方に少し食われたかもしれませんね、票が。ねえ、それで来週のチャレンジはこちら、地下アイドル救済キャラトッピングカルタ。さあ、井上咲楽が虫食うみてえになかなか這い上がれない地下アイドルや崖っぷちアイドルたちがジャンプアップできるキャラを考えようというテーマのカルタです。今日、明日のポカポカが井上咲楽ちゃんゲストで、今日のゲストも峰竜太さんが、井上咲楽ちゃんがすごいって話してて、昆虫食の話するのかと思ったら、政治に詳しいって、あ、そのキャラあったわみたいな、ね、あとマラソン、ね、あとマラソン、おギャルはないんだっけ、あの子は、あの子はもういろいろ手出したかわかんないんですけど、ということで、あ行なんですね、まだ勝ってないんですね。これをもう入れたら絶対売れますよっていうね、ペンネーム例題です。ペンネームマタギの作ったアイスクリーム。あ、有吉反省会が終わったのを知らず、未だに SNS に変なこと書き続ける。ペンネームボブサップ、占いが大嫌いなので手相を焼き潰してる。もう焼き火箸を手でギューって握ったりとか、あとは高速回転するドリルをギューって握って、これあの、名作漫画アストロ球団より宇野球一が新しい変化球を生み出すためにやった行為でございます。ねえ、地下アイドルこれさえ、足せばですね、なんとかなりますよというね。ということで、裏のイラストやウラストやカルタは作業です。地下アイドル救済キャラトッピングカルタはあ行です。あの歌は
校聞こえたらもうおしまいコーナー。誰もが知ってる、自分も知ってるはずの有名な曲なんだけれども、こんな空耳が聞こえましたよというコーナーです。最初の曲ですが、ペンネーム大自然守る、元歌渋垣隊寿司食いねえのこの部分です。この寿司屋は日本一。まあ寿司食いねえのとこがちゃんとね聞こえてるだけまだマシですけどね。ここの寿司屋は日本一がこう聞こえた。弟子は殴るが二つ星。もう目の前でボコスカ殴るからね。俺がウニを頼んだばっかりに2月行かれてるっていう。よくそれを超えてくる。それがなきゃ三つ星ですからね。続いてはペンネーム偽原田大二郎バーサスメカシガキ太郎。元歌は渋垣隊で寿司食いねえです。この寿司屋は日本一。なんでしょう、この部分が聞き取りにくいんですかね。僕にははっきり聞こえますけどね。こういう風に聞こえた。ここの寿司屋のカヌレうめえ。たまにありますよね。あの、おかみさんが趣味で、おかみさんが好きだから焼いてくれてるやつで、それが多分、卵焼きの容量みたいなやつ相当美味しくできたんでしょうね。ペンネーム、ソフィーと双子の姉妹。元歌は岩崎宏美のシンデレラハネムーンのこの部分です。いつでも二人はシンデレラハネムーン。ここがこういう風に聞こえちゃったんです。廃墟で言う顔な金玉がハレムーン。ムン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 っていう。熱持っちゃって。熱持っちゃって。ムン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 。廃墟だからさ。いろいろ木も腐ったりしてるし、バイキンもいっぱいいるよ。そこで床をなしたからじゃ、呪いとかじゃないと思うよ。夜もうおちんちんが、ムーン。熱い熱い。ペンネーム、ウルトラマンキダ太郎。元歌森政子の越冬ツバメのこの部分。死にかけの鳥包みます。越冬できなかったの、寒くて寒くて死んじゃってんの見っけちゃったから、包んじゃおうかななんつってそこを包んじゃったのかな。さあ、もう一曲、謎の存在級。元歌宮古晴美岡千秋何は恋しぐれ。先や先や酒込んでこい。有名なフレーズですからね。ひどいこう神さん使いの荒い乱暴な夫なんですけどね、これこう聞こえた。ラテやラテやラテ買うてこい。すごいね。乱暴な夫ですよ、もう。自分で買って帰ってこいつ、急に夜中にラテがどうしても飲みたくなっちゃって、ラテやラテやつって、あの人は言い出したから、聞かないから、からころ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 つ、スタバ行って、ね、すいません、開けてください開けてくださいつって、あの人また来たよ、またラテ買わねえと夫に殴られんだろうつって、家で、ラテやラテやつって、あの替え歌とかではこのコーナーないって、こう聞こえちゃったんですか、しょうがないですよね。酒って本当は言ってます。本当は酒って言ってんですけど、聞こえちゃったらまあその場で書いていただければ、あの私はもう歌って、頑張って歌ってお聞かせいたしますので、どうぞ皆さん、長いものから短いものまでね、流行歌から古いやつまでいいのあったら送ってください。お待ちしております。
さあ、番組のラストの貴重な5分少々なんですけども、珍しく自分の好きな歌をかけるという、ことに使わせていただこうかなという。昨日の夜ぶったまげたんですけども、坂本龍一さんが亡くなったってか亡くなっていたっていうことなんですけど、僕は坂本龍一さんとお会いしたことないです。お会いしたことないんですけど、自分の要所要所節目節目に今後ろで流れてる、坂本龍一さんのバレエメカニックという曲をこう聞いたりかけたりしてきて、最初はですね、伊集院光のオールナイトニッポンが終わる時の最後の曲としてかけさせてもらい、またなんかこう自分の中で、何かを一区切りつけなきゃいけないとか、これからまた、頭を切り替えて気持ちを切り替えて何かを始めなければという時には、個人的にはこうすごくこう迷いのある時にその迷いを飛ばしてもらうための曲で、でそれこそ去年の、春前あたりはもう毎日のようにこれをかけて、で今後どうしていこうかと思ったりとか、今日もこう朝から、かけて、なんでしょうね、僕はね、大げさじゃなくて、いくつかの好きな曲がある中で、自分がもし死んだら、葬式に、まあ葬式なんかやんなくて本当はいいんですけど、葬式にこの曲をかけてほしいって思ってたぐらい好きで、で、なんかその、世界の坂本龍一が亡くなるなんて思っていなかったから、なんかその坂本龍一さんが亡くなってこの曲をラジオでかけるってあんま思わなかったですね。なんか割とこう最後の歌詞なんかとてもしっとりとしててとてもいいので、なかなかこの番組曲をじっくり聴きながらお別れですとか、この番組っていうか僕ラジオ DJ 人生の中でほぼやったことがないんですけど、いつもじゃさりげなくかけるっていうのも、もうまたなんかあれで生きがってんじゃねえぞって思われるのもなんなので、ちょっと思いっきりかけさせてもらいますね。僕の好きな歌詞が最後流れて終わっていくので、今日は、この坂本龍一さんのバレエメカニックを聴きながらのお別れです。おやすみなさい。